鉄鋼ずくめの新政策を引っ提げて自信満々登場した池田さん。低姿勢を看板に9月8日から全国遊説の旅に出ました。11日には三重夫人同伴でお国入り。はるばる関西から取り寄せたオープンカーに腰をかがめながら歓迎に沸く竹原市へ錦を飾りました。提灯をかざして続々と押しかけるお祝いのお客に、三重夫人は皆様のおかげですと内助の功の低姿勢。まるで新婚気分のようですと嬉しいお辞儀を繰り返しています。翌朝には早速お墓参り。首相になることができましたと先祖の墓前に報告しました。ついでオープンカーの上から愛想を振りまきながら竹原小学校の祝賀歓迎会に乗り込みました。我が生涯の最良の日、首相となった感激がしみじみと味わえます。鳴り物入りの歓迎に池田さんは惜しみなく低姿勢を発揮していました。